様こんにちは。中川文化小劇場、港文化小劇場劇場パートナー合唱団クローバーみんなと港コーラスジョイントコンサートにご来場いただきありがとうございます。私は中川文化小劇場の青木と申します。本日のコンサートは新型コロナウイルス感染予防対策として無観客で開催いたします。はじめに港文化小劇場パートナーみんなと港コーラスのステージです。歌リーダーは平松八重子先生です。お願いいたします。それでは、ふるさとに続いて花の3曲を
1番目、滝蓮太郎の花。2番目、花は咲く復興ソングの代表的なものです。そしてスマップの代表曲、世界一つだけの花、3曲続けてお届けします。お聴きください。Thank you.
お届けするのは、今年なんとみんなの歌が放映されてから60年だそうです。その特集の中から元気で明るくて皆さんの心がウキウキする曲を選んでみたところ、ミミコの皆さんにも人気になりました。愉快に歩けばという曲です。水平山の中をとことこ歩いているようなとてもすがすがしい歌です。どうぞお聴きください。Thank you.
ださりありがとうございました。私たちの団員は歌が好き、そしてお友達を大事にする、仲間を大切にする温かい心の方々ばっかりなんですね。私は童謡や唱歌が大好きですが、いろんな歌を歌いながら